ローンデッポパークの外観ローンデッポパークはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミにある野球場。メジャーリーグベースボールのマイアミマーリンズが本拠地としている。2012年にマーリンズパークとして開場し、命名権契約により2021年から現在の名称になった。マイアミのダウンタウンにほど近いリトルハバナ地区内、かつてのマイアミオレンジボールの跡地に建設され2012年に、 開場した。新たに建設された野球専用の球場で三塁方向からライト方向へとスライドして開閉する屋根を有する。球場全体は四角く、レフト方向の外野席は膨らみがほとんどなく、極端に少ない。天然芝を敷いてあるグラウンドは得意な形をしており、微な形である上に外野中央のやや左にフェンスが丸く、 フィールドへと張り出した部分がある。この部分には、ホームランフィージャーと名付けられた、高さ10メートルほどの巨大なオブジェがあり、マーリンズのホームランの際には、電飾や花火でそれを祝う仕掛けとなっている。フィールドの独特の形状は、旧本拠地、サンライフスタジアムを基本的に踏襲した守備側に、有利な設計となっている。旧本拠地では、左中間奥に、 アメフト用スタンドが収納されていて、アメフト開催時は、リフトのくぼみに増設スタンドを引き出してはめ込む、仕様だった。そのため野球場としてのくぼみは、異様に深く、マイアミ沖の海の難所名にかけて、バミューダトライアングルと呼ばれていたスポットを、新球場でも再現した。また、本類の右後方、バックネットの下には、 地元フロリダの海を泳ぐ熱帯魚が入れられた大型水槽が備えられており、観客席やテレビ中継でも見ることができる。当初チーム名になっている本物のカジキを買う計画だったが、大きすぎて断念した。代わりの小型熱帯魚展示だが、スタジアムの喧騒や照明が魚へのストレス要因、ひいては動物虐待にもなりかねないとの愛護団体からの抗議を受けた経緯もあった。 レフト後方にはクリーブランダーという同じマイアミを拠点とするホテル飲食チェーンが出展している。球団オーナーで画商のロリアが自ら球場のコンセプトを提案した。外観はヨットをイメージした白亜の色彩、シートはマリンブルー。かつてフロリダ・マーリンズが使用していたサンライフ・スタジアムはマイアミの中心部から距離があり、過去9年で3度も 観客動員数が最下位を記録したほか、雨天の多い土地柄であるものの屋根がなく雨天中止が多かったりもともとアメリカンフットボール用の球場であるために観客席がホームベースではなくフィールド中央を向いていたりするなど野球には問題の多い球場であった。そこで球団はこのスタジアムに代わる新しい野球場の建設計画を進め、 2007年12月18日に新球場を含めた公共施設の建設計画が承認された。新球場は地元マイアミレード群及びマイアミ市が建設費の7割に当たる3億6000万ドルを負担して建設2012年よりチームが新球場へ移転することになった。また、建設費を負担した両自治体の要望で移転に合わせて チーム名も2012年からマイアミ・マーリンズと解消することになった。新球場は2012年3月5日に開場した。4月4日にアメリカ合衆国内での2012年シーズン開幕戦を兼ねた球場初の公式戦として前年のワールドシリーズ王者セントルイス・カージナルスとマーリンズの試合が行われ、新本拠地としての使用が始まった。 2021年3月31日にローンデッポがネーミングライツを取得し、球場名をローンデッポパークに変更した。取得期間や契約金など具体的な契約内容は未発表。国際大会のワールドベースボールクラシックでは2013年第3回大会と2017年第4回大会の試合の一部が東球場で開催された。このうち、 第4回大会におけるドミニカ共和国代表とアメリカ合衆国代表の一戦には37,446人の監修が集まり当時の球場史上最多記録を更新した2017年のレースオブチャンピオンズ2017年1月モータースポーツのトップ選手が種目の枠を超えて争うレースオブチャンピオンズがマーリンズパークで開催された北 アメリカ及び野球場での ROC 開催は、これが初めてである。一周613メートルのコースを、フィールド上に造成するため、まず芝生保護用の合成樹脂材が敷かれ、その上で総面積5万平方フィートの金属板、総重量約3000トンのグラベルと、同千トンのアスファルトが使用された。ROC 主催者代表フレドリック・ジョンソンは、マーリンズ・パークについて、 今まで ROC が開催されてきた中でも最高の場所だ。とても近代的でファンは球場のどこからでも素晴らしい眺めを楽しむことができると称賛した。しかしその一方で今までの ROC 開催地である北京国家体育場やスタッド・ド・フランスなどと比べフィールドと外部をつなぐ出入り口が中堅の一箇所しかなかったことで作業用。 貨物自動車の出入りが20分に1度の高頻度となったことや野球場を特有のフィールドの形状を考慮したコースレイアウトの考案など困難な点があったことも認めている大会開催前には二人乗りの競技用車両を出場者のライアン・ハンター・レイが運転しマーリンズ内野手の D ・ゴードンが助手席に座ってその速度を体感したゴードンはハンター・レイは ゆっくり走ったって言ってるけど、信じられないよと感想を述べた。大会は2日間にわたって行われ、個人戦ではファンパブロモント親ヤがトム・クリステンセンを下して優勝。国別対抗戦はセバスチャン・ベッテルを擁するドイツが制した。ベッテルは、球場で野球を見たことがないのにレースをしたことは、あるって普通じゃないよねと話した。またこの大会では、 パスカルウェイレインが事故を起こして棄権し、その後2017年の F1 世界選手権でも最初の2戦を欠場、第3戦バーレーングランプリからの復帰となった。ありがとうございます。